Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。アサシンクリードバルハラの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、 AC バルハラウルの狩猟パックを紹介ということでね、今週もまた新しい DLC が発売になったんですけれども、先週にリーク情報として出していたやつなんですけれども、それが発売されたということになっております。でこれとは別にレダの店の新商品とかね、あとは先週のアサシンクリードニュースとかも結構たくさんありますので、それについてはこの次の動画で紹介したいなと思います。よかったら参考にしてみてください。ではですね、本日の動画の概要なんですけれども、まずウルの狩猟パック、これがどんな内容なのかというのをざっと紹介して、次に装備品、装備類ですよね、武器とか防具の性能を、まあ、ざっと紹介して、次に結構多かったんだけれどもスキン類を紹介したいなと思います。定住地のオブジェクトとかも結構あったので、それについてね紹介して、で最後に、まあ、軽くなんですけれども実戦にね出てみたよという感じです。でこのウルの狩猟パックはやっぱり狩人系の装備なので、弓での戦いがメインということなんでね、以前紹介した黒ガラスの時かな、紹介した無限級ビルド、これと比べてみたいなと思います。よかったら参考にしてみてください。でウルの狩猟パックなんですけれども、まあいつものようにねアニムスストアに行けば並んでいるので、一番最初に見えると思うんでね、買おうと思えば買えるという感じです。で装備類と武器が弓と盾かな、剣盾と、あとはいつものようにそのカラスのスキンと乗り物のスキンがついているという感じで、カラスのスキンでパフィンがねついてきたんですよ。これがね私一番嬉しいかなと思うんだけれども、他のクーガー、あの白白ガっていうのかな、ちょっと読み方がわかんない、白ガでいいのかな白ガっていうクーガーだと思うんだけど、これがすごくねかっこいいので、これもおすすめかなとは思います。日本名は角目鳥って言うんですね、パフィンは。北の寒い方にいたりするんだけれども、これがね可愛いんですよ本当に。で武器は弓、狩人の弓ですよね、狩人の弓と、あと剣盾がついています。フェンリルのなんとかっていうやつなんだけれども、まあ盾としてもね弓としてもかなり性能はいい方だと思うので、まあありかなと思うんだけど、実際使ってみて比べてみるとそんなにね他のと変わんないかなみたいなところはあったんだけれども、まあその辺についてね詳しく紹介していきます。でまず装備品の性能を紹介なんですけれども、見た目はこんな感じで、あれですよね、鬼滅の刃の伊之助が実写になったらこんな感じなのかなみたいな感じ、イノシシの被り物という感じです。結構ね可愛くて好きかなとか思ってんだけど、で鎧の性能なんですけれども、狼の怪獣、仲間で狼を呼んだ時ですよね、その時に遠距離が20秒間ダメージがプラス15されるというのがついております。で全部揃ってると装備しただけでアビリティダメージがプラス25されるということで、これが結構大きいんじゃないかなという感じです。でアビリティダメージ使うってことはやっぱノルの集中だと思うんですけどもね、ノルの集中力と合わせるとかなりいいんじゃないかなという感じです。で狼の怪獣は要するに狼を召喚するってやつなんだけれども、これを呼んで戦ってる間だけ遠距離ダメージがちょっと上がるっていうんだけど、あんまりねよなんか使い方は良くないかなって気がするんだけどもね。なのでまあメインはやっぱりアビリティダメージの上昇なんじゃないかなとは思います。アビリティダメージプラス25は結構大きいんで、ルーンではねそんなに上げられないんでね。なのでこの鎧で弓と、まあ、弓にもアビリティダメージをつけてとかやればねかなり強くなるんじゃないかなと期待されるんだけれども、でアドレナリン、弓の性能なんですけれども、アドレナリンのゲージ1つにつきアビリティダメージがプラス10されていくということで、だから最大4の時にそのノルの集中力とかやるとアビリティダメージがプラス40されるということで、鎧と合わせるとプラス65されるんですよね。だからこれがかなりでかいんじゃないかなと思うんだけれども、ちょっとわかんないですね。やってみた感じだけれども、他のあの黒ガラスの時とそんなにね差があるのかよくわかんなかった黒ガラスの時もかなりこの無限級ビルドはかなり強かったんで、で剣盾の方はフェンリルの髪傷っていうのかな、髪傷でいいのかな、まあそんな感じで、とにかく持ってるだけでアビリティダメージがプラス10されるということで、これはこれでいいんじゃないかなとは思います。
まあ、剣盾ね結構使い勝手がいいんで防御力も高くなるんでね。となるとアドレナリンが重要になってくると思うんですよね。とそうなると今週レダーの店に並んでいるフロスト類、これが攻撃でクリティカルが上がると 50% の確率でアドレナリンが回復するってやつでね、ものすごいアドレナリン回復量を持ってるんでこれがおすすめです。でまあこの外の見た目はねこんな感じなんですけれども、まあ、さっきも言ったんだけど伊之助がね鬼滅の刃の伊之助が実写でいるとこんな感じなのかなって気がするんだけど、もうちょっとこう目が大きかったりするとあれなのか鬼滅の刃風かなとか思うんだけどね。で見た目の鎧の見た目は前の狩人系のやつとかフェスティバルであったやつあれにそっくりかなって感じなんだけれども、まあこの辺はあんま気にしてもね、見た目は好きに変えられますからね、あんま気にしなくていいとは思うんですけれども、弓は結構かっこいいかなとか思ってて、この特に手のところになんか尖ったのがガードみたいについてるんですよね。鹿の骨を元に作った弓という設定らしいんだけど、これはこれでまた面白いなと思って、でアビリティの量に応じてプラス40はなかなか難しいと思うんだけど、でもフロストレインとかもしあの四角いルーンでね同じの持ってたらアドレナリン結構満タンにしやすいので、戦闘中にだからこれがあるんだったらかなり強力な弓なんじゃないかなとは思います。で街灯を被るとねこんな感じということで、ちょっと落ち着いた感じですよね。緑じゃなくて茶色系で、この後ろのマークがねかっこいいんだけど、なんかちょっとね解像度が悪いのかよくわかんないけどぼやけているんですね、いつもと違って、なんか少しぼやけてるかなって感じなんだけど、なんかわかんない、カメラの調子の問題なのかもしれないですけども、まあ実際のゲーム画面ではねそんなに気にならないのであんま関係ないとは思います。でも街灯かぶっちゃうとやっぱり一番のチャームポイントのねイノシシマスクが見れなくなっちゃうから、やっぱりこれはイノシシマスクをつけてやりたいかなって感じだよね。ヨムスバイキングとかでねたくさん出てきてほしいなって感じなんですけれども、ではですね次にスキン類紹介していきたいなと思うんですけども、このクーガーがね私結構かっこいいかなと思ってて、形はなんていうかメスライオンみたいな感じなんだけれども、大きさとかで尻尾はでももちろんライオンじゃなくて猫みたいな感じなんだけれども、でこのクーガーちゃんとホエルボタンを押すと、ホエルボタン回避ボタンかな、戦闘時の回避ボタンを押すと吠えてくれるということで、まあライオンみたいな吠え方ですよね。だからライオンをベースに作ったのかなって気がするんですけどもね、ガオーということで、まあこれはこれでかっこいいかなと思うんだけれども、まあおすすめっちゃおすすめですね。まあこれを買えばね、あの装備を買えばついてくるんで、もしくはでも来週あたりレナの店でね乗り物とかその今週出た装備の1個ぐらいは売られたりするので、オパールと交換できたりするんでね、まあクーガーが欲しいなっていう人はちょっと待てば、来週あたりにねオパール貯めておけば多分すぐ出てくると思うんでね、まあ出てきたらすぐお知らせしたいとは思うんですけれども、で降りるとこんな感じでちゃんとね乗るところがついてると、毛皮なんかの毛皮でちゃんと作られてるよみたいな感じですよね。あとカーペットみたいのが乗ってるよみたいな感じなんだけれども、まあありですね、これはありかなと思います。来週か再来週にはね出てくるんじゃないかなと思うから、気をつけて見てればね OK だとは思います。でこれがパフィンなんですよ。パフィンでやっと手に入ったんだけど、なんかね私の知ってるパフィンとなんかちょっと違うんですよねなんか違うなって思って、でよくよく見てたんだけど、何が違うのかよくわかんないんだけど、まあでもパフィンということでね、空飛ぶペンギンですよね。空飛ぶペンギンって通称言われてるんだけれども、まあ、こんな感じでねしっかりパフィンしてるという感じです。私これ欲しかったからもうしばらくねパフィンで行くとは思うんだけど、これ足がねまたペンギンみたいで可愛いんだよねまあちゃんと作られてて嬉しいなって感じなんだけど、でもなんかね違和感があるなと思って調べたんですよ、自分の写真とかと。そしたら分かったんだけど羽がカラスなんですよ。羽が違うの、本物のパフィンとこれボディだけパフィンになってて、羽がねパフィンってすごいちっちゃいんですよ。体の大きさに比べて羽がちっちゃくてなんとか飛んでるみたいな感じなんですよ。だからこんな感じで優雅にホバリングみたいなあんまりできないみたいな感じの鳥なんだけれども、まあそんな感じということですね。まあ十分パフィンしてるかなって感じなんだけれども、でこちらが定住地のオブジェクトで、これはなんかあれ狩人の家だか小屋だかなんかそんな感じのやつでしたね。でこのはしごがついててちゃんと登れるようになってるという嬉しい仕様なんだけれどもこれいいよね、なんか伊之助と合ってるよねこれ。これでね一応小屋なんだって、なんかよく見張り台かなって感じなんだけれども、 でかいですね。基本この
あのウルの狩猟パックのオブジェクト類は全部でかいです。なんか木がすごい高いみたいな感じで、でこれがそのなんかよくわかんないけど祭壇みたいな感じで、選手像という同じ形してるやつですね。で盾もその船につく盾と一緒 でピカピカした盾とかついてて、花が後ろには添えられてたりしてて、でランタンみたいのもあったりして、私的にはこれ結構いいなと思うんだけど、まあ、鹿がねなんか鹿を祀ってるのかなみたいな感じだね。で次がうわ、なんだ、痛い、ちょっと待って、うわ結構ヒットポイント減ったぞ。あいつどこ行った、え、何、鹿がいきなり襲ってきたんだけど、あ、いた、あ、早いな、あ、行っちゃった、なんな、なんな今の、鹿の祭壇飾ってたら鹿が襲ってきたよね。あいつね、よくいるんですよ、定住地に。私の定住地によくいるの。まあ、ちょっとね、たまにしか来ないからいいんだけど、これだね、ウルの狩猟像だね。ちょっと解説してる時に来ないでよって感じだよね。おぉこいつ、ふざけん。ヒットポイント入ったぞ、半分に。よし、今日こそ決着をつけてやろう。今日こそお前を逃さないぞ。ちょっと落ち着いて、私はね、あの、マスタリーチャレンジで散々弓の練習してきたから、あ、しまった、痛い。こいつ結構強いぞ。どこ行った、どこ行った、待てい、貴様もう許さ、あれシグルトじゃないのか、あれ、あシグルトがやっつけてくれた、シグルト戦ってくれるんだ、知らなかったシグルト久しぶり、いや、なんなんこの子、こいつなんなんいや、びっくりだね。いや、まあ、定住地のオブジェクトなんだけどこれが狩猟パックについて何しに来るの、本当にこういうのを呼び寄せる仕様なの、生贄にどうぞ的な感じで、これをオブジェクト置くと来るのかな前もなんかの時ね、こんな感じで突っ込まれたことがあったんだよね。それはいいとして、これはよくわかんないけど、なんか供物のそのオブジェクトみたいな感じですよね。いや、シグルド久しぶりですね。お兄さんだよね。もうシグルド覚えてる人いるのかな。シグルドのところで敵が暴れ出すとシグルド戦ってくれんだね知らなかった、ちょっと嬉しかったね。でこれがもう一つ最後のやつで、この鹿がこれはひどいだろこれはひどいだろう、でもちょっとこんなのあるんだったら鹿もね、そりゃ怒っちゃうよね激おこプンプンだよ。狼が死んでる、なんで狼まで死んでんの何がしたいん、これ、このオブジェクトは何がしたいん、どこへ向かいたいん、これは。でメインの木もあって、メインの木はこう夏な感じなんだけど、なぜか下が鹿がまた結びつけられてるということですね。いや、鹿こっちにいらないこっちの木にはいらない、さっきのでいいよ、あのね、こっちのメインの木にまでつけなくていいよ、こんなの。せっかくなんか夏らしくさ、新緑の木ドドーンって感じでナチュラル系みたいな感じだったのに、鹿がブラーンって鹿がブラーンぶら下がってるとさ、ちょっと定住地としてはどうなのって感じだよね。まあ、こんな感じでね、遠くから見ると綺麗な新緑の木って感じだね。まあ、あの鹿はちょっと無視していいからみたいなあんなところにぶら下げとかないでよって感じだよね。で船のスキンなんだけど、選手像がこんな感じなんだけど、これは作り物みたいですね。質感がちゃんと木になってますね、これは。でチャームポイントはこの下ペロね、下ペロまでちゃんとこう彫り物で作ってあるという感じですよね。いや、すごい、これをいる人いるのか、船のスキンはあんまいらないよね今回これ絶対欲しいって人いるの、いいよ買って、全然いいと思うけど、なんか結構やばい人だよねどっちかっていうと。あ、で今回は盾がちゃんと反映されてたんで見れるんだけど、そのいつものあれマークだよね、なんだけど私にはこれなんかサソリに見えるんだよね、サソリのマークかなみたいな感じなんだけど、鹿の骨ってことみたいだけどね。でこれが千尾像で、よくわかんないけどなんか鹿に槍が下からブスって刺さってんのかなみたいな感じで、あと狼が鹿に絡みついてるみたいな感じなんだけど、狼と鹿を狩るみたいな、そういうなんだろう、装備品類なのかな。まあ狩猟系ですよね、狩猟だから。夏のフェスティバルが狩りの狩猟の、確か リタ祭って確か狩りをお祝いするだかなんかの祭りだったから、もしかしたら本当はなんとか祭、リサ祭の報酬にしようとか、なんかそういうことになってたのかもしれないけどね、予定が全然変わったとかそういうことなのかもしれないけど。でこちらが船の
穂だよね。穂なんだけど、緑にね、赤、薄い赤とか黄色で、なんか模様が見えないんですよね、これ。だから緑色の穂でなんか書いてあるなぐらいでいいとは思うんだけど、緑色の穂がいいっていうんだったら OK かなって感じなんだけど、模様が見えないっていう残念な感じとなっております。ではですね、最後実戦の方に行ってみたいなと思います。まあ、とりあえずね、弓を中心に遠距離攻撃で戦っていくということなんで、無限級ビルドでやっていきたいなと思うんだけれども、無限級ビルド知らない人いないと思うんだけれども、まあ、要するにノルの集中力、これを使ってこうやってちょっとスローモーションになって打ち続けていると矢を消費しないでね、何本も何本も矢を打てるという感じなので、これを使っていくんだけれども、アビリティなんでアドレナリンを消費しちゃうんですね。なので今週レダーの店に並んでいるフロストルインとかを使ってアビリティを回復していくという、その近接攻撃を混ぜて使うことによって、アドレナリンが足りなくなったらその近接攻撃でフロストルインでバン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 ってやれば、アビリティが回復、アドレナリンが回復するんで、それでまたノルの集中力を使っていくという感じで、ノルの集中力はこうやってスローモーションになるので、近接戦闘も実はできるんですね。で、敵のその急所に当てちゃえば一気にスタンさせることができるんで、スタン攻撃でとどめを刺すということも可能だし、動物とかにもね、こうやって急所がちゃんとあるので動物とかにも有効という感じです。なのでかなり強いと思うんだけど、ノルの集中力がやっぱ強すぎるっていうぐらいね、他の人も言ってるぐらいだから、かなり強いスキルなんでね、これが強化されるということなんで、このウルの狩猟パックだとね、ウルの狩猟装備だとアビリティダメージが増えるということなので、あと弓もアドレナリンが多ければ多いほど攻撃力が上がるということなんだけれども、まあでもあんまりわかんないねあんまりわかんない、バレないで撃った時に、まあでもバレてる時に215クリティカルで出るんだったら結構高い方じゃないかな。100あれば雑魚、一番弱い雑魚敵だったらやっつけることができるんで、バレてる状態だとね、40とかしかいかない時あるから、これで、あとは、お、なんか来てる、危ない、これでアドレナリンを回復させてもらおう。こうやってアドレナリンがなくなっちゃったら、その近くの敵に近接攻撃というかフロストレインを当てることによってアドレナリンを回復することができます。まあでも使いやすいね、使いやすいのは装備のせいじゃなくて、私が多分マスタリーチャレンジでひたすら練習したからだとは思うんだけどもう散々エイムとかね、敵のどこを狙っていけばいいかみたいなのをやっぱ研究してきたからね、もうマスタリーチャレンジ様々だよね。やっぱプレイヤースキルが劇的に上がるよねあれじゃあ次はね、その狼を呼んでやってみたいなと思うんだけど、狼を呼ぶと若干遠距離攻撃力が上がるということなんだけれども、ほんと若干だね銃増えるかどうかしか、それしかわかんないって感じだよね。これで、あ、180出るな、でも180出るならまあ悪くないかなって気がするけど、あ、でも今のは彼気づいてなかったかもしれないね。これでまたノールンの集中で撃ってる最中に狼を呼んだら上がらないね、別に。今最初の一撃は狼呼んでない状態で、途中で狼呼べたから呼んだんだけど、攻撃力変わらなかったね。だからスキルを発動させちゃうとその攻撃力変わんないので、アビリティダメージか狼のそのエフェクトは入らないのかなって感じなんだけど、スキルを発動前に攻撃力がどうこう関係ない、急所打っちゃえば雑魚敵はほとんどスタンしちゃうから、その後スタンアタックを押しちゃえば遠距離で回転一撃でやっつけちゃうんで、あ、でも結構強いね、結構強い。ノルの集中力がかなり強いからねアビリティダメージをちゃんと上げておけば、でも黒ガラスの時ちゃんと検証したんだけど、アビリティダメージをルーンで10ぐらい上げとくだけでやっぱり攻撃力かなり変わって、本当は2回当てなきゃ死なない敵1回で倒せたりしてたから、ちゃんとね効果はあるんじゃないかなという感じです。で、これはアビリティダメージがプラス合計で50ぐらいされるのかな、最大で。だから結構強いんじゃないかなとは思うんだけど、でもプラス50ダメージが増えてるという要素はないのでどうなるかは分からないって感じなんだけど、まあでもノルの集中力と、あとフロストルインでの回復があるから、アドレナリン回復あるからね、そのやり方だけで十分通用しちゃうから、まあこれだからこんなこのやり方ができるってわけではないんだけど、無限級ビルドがすでに強いんだよね実は無限級ビルドがちょっとさらに強化されたのって感じかもしれないですね。ヘッドショットを狙わなくていいっていうメリットがあるかな。
まあ、そう言ってるうちにやっつけちゃったパフィンね、パフィンが仲間になったけど羽がカラスなんだよね君はでもカラスの羽じゃないと空飛べないよねという感じになっております。まあ、無限級ビルドで遊ぶんだったらさっきも言ったけどヘッドショットに頼んなくてもアビリティダメージがどんどん上がっていくからこっちの方がいいのかもしれないけれどもね、まあ、どっちでもいいかなって感じだよね。あとはお好みで、ただイノシシハットはすごくいいと思うからこれは揃えといたらいいんじゃないかなとは思います。防具の性能はそこまで必要じゃないからイノシシハットだけそのレダーの店に並ぶの待ってるっていうのもありかもしれないですね。まあ、出てきたらねまたすぐ動画でお知らせしていきたいとは思います。それではね今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またね明日には週刊リセットの動画出しますんでねそちらの方もよかったら参考にしてみてください。それではラビットでした。皆様の良きバルハラライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。